はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今日はですね、3年は勤めないとダメという噂は本当かっていう話をしていきたいと思います。よく会社とかにいると謎の勢力がいて、3年は勤めないと履歴書に傷がついちゃうからっていう人がいるんですよね。これは間違っています。転職エージェントだった私から言わせると、転職市場において一番人気がある年代と性別は20代前半女性です。次に20代前半男性、20代後半男性、20代後半女性、30代前半男性という風に続いていきます。このラインまでは求人はかなりある方です。なのでピークは20代前半なんですよね。実際に企業っていうのは20代前半からの中途の応募があると、若くていいの来たって思ってます。どこの事業所の担当者も若い方がいいって口を揃えてよく言ってました。じゃあ何のために3年は働いた方がいいなんていう常識が生まれたかっていうと、常識っていうのは誰かが得をするためにあるものなんですよね。例えばバレンタインにチョコレートを贈るっていう常識はお菓子メーカーの金儲けのために生まれた常識ですし、マイホームを買うことが人生の幸せなんだみたいな常識もハウスメーカーと利子で稼ぎたい銀行が生み出した常識だったりします。なので常識ってのはあんまり鵜呑みにしない方がいいかなと思っていて、3年勤めないと履歴書に傷がつくという常識は誰が作ったかは明らかですよね。人材不足に悩むブラック企業が作り出した常識なんです。3年間は縛り付けておきたいから。転職市場においてピークは20代前半です。20代後半も戦えますが、20代後半から転職活動を始めたら30代に突入してしまう可能性があるので、もし転職したいと思っているんだったらなるべく早く行動をした方がいいかなと思います。ちなみに30代後半から40代の転職はないのかって話なんですが、キャリアがあれば可能です。ベテランが欲しい、即戦力が欲しいっていう会社もありますので、あまり不安にならなくてもいいかなと思います。はい、ではですね、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。